この先の天気痛予報をお伝えします。まずは気圧配置を見ていきますと、この先週末頃まで冬型の気圧配置が続いていきます。関東など太平洋側では晴れる日が多くなりそうですが、寒気を伴った気圧の谷が通過することで、天気痛に悩む日というのが多くなってしまいそうです。では天気痛アイコンを見ていきましょう。この先札幌から大阪、さらに福岡にかけて広い範囲で警戒レベルが続いていきそうです。週末頃まで注意警戒が必要になりそうですね。症状が出やすい方は早めに薬を服用するなど対処するようにしてください。またアプリケーションウェザーニュースのお天気アプリでも詳しく天気痛予報を見ることができますので、ぜひお使いください。